そこ死にも本物かな。抜けるクラウド、クラウド。さあ検証開始です。ボーンファイターがですね、先ほどまあ大魔王戦はちょっと大魔王戦はちょっと泣いていいんですけど、でさっきの動画でね、大魔王戦ではちょっと悲しい目となってしまったボーンファイターなんですけど、今このビクトリーにおいて対人をすると、まあ対人というかまあね、普通のチームと戦うとどれぐらいになるのかですね、気になると思うんですよ。ワンの頃って実はボーンファイターはそこそこ名のあるぐらい強い合体モンスターだったんですよ。それが2のね、レジェンドになってこういう風になった時に、どこまでボーンファイターって頑張れるのっていうのが気になるところだと思うんですよ。ね。というわけで敵のチームがね、なかなかひどいチームになってますけど気にしないでください。これ結構なかなか向こうのチーム1戦目からね、荷が重いことやってます、これ。モバトビクトリーやってない人には、なんか弱そうだねってかもしれないんですけど、このチームは強いよ。279って何？279って何？シールド構造に、ちょっと、ボーンファイター？ボーンファイター判断力まで低いの？んで。マジ？ちょっと待って、きついきつい。ダメージレースで圧倒的に負けるんだけど。あれ？普通にレッグーザンでどんぐらい？きつい。もう厳しくなってまいりました。はい、皆様、もう厳しくなってまいりました。2のね、後期のチームってどんな感じなんだろうと思ったら、このありさま。ミラクルフラッシュ。弱点取られるんですよ、これ。はい。弱点取られちゃう。ボンファイター？ボンファイターどうすんの？もう。あれ？ボンファイターこんな食らうの？あれ？嘘でしょ？スライムのさ、ミラクルフラッシュで368よ。これは、マルーさんになるわ。ボコボコにされる。え？なんか過去にさ、こんな動画あったのね、これ。なんか過去のさ、動画に俺あげたけどさ、こんな動画あったな。なんか、好きな合体モンスターがさ、全然活躍できないような。あ、いいな。スライムとかでやったらちゃんと。なんか普通になんか、ただただ普通に負けていくような。てか、マルーサのうちにさ、よく当てたね、ボンファイター。すごいよ。自覚あるよ。なんかもう負けそうな気がしてまいりました。いや、まだまだ戦況読めません。まだ戦況読めねえな。まだ戦況、この戦況読めねえわ、俺には。なんか無理してる。あ、まあ、でも待って待って。ここで会心2回とか、あ、ついに主人公に行った。どこでも狙うな、お前。ボンファイターどこでも狙うんだけど。マジでどこでも狙っとる。均等に2回ずつ当たっとる。さあ、このターンを耐え切ればボンファイターにチャンスがあります。回避でワンチャンあるかな。回避すればワンチャンあるかな。回避でワンチャンあるかな。ミラクルフラッシュだ！神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。お次は武闘家。厳しい点が一つあります。武闘家は身の守り低いんですよ。確かに。ただしメタルライダーデンタサウルスは打撃に対してあるわけじゃないですか。じゃあ、マルチエレメントソード使えばってなんですけど、マルチエレメントソードはもう本当にね、見りゃわかるけど、悲しいことになるよ、火力。ということで、やっぱりね、Z4 刀流、基本的に合体モンスターは、そのスペック以上の力を出すって難しいんだよね。まあ、当たり前なんですけど、当たり前なんだけど、そのスペック以上、自らのスペック以上の力は出せないから、主人公チームみたいに。うわ、ひどい。まあ、でも、ドラゴンダンス意外と大丈夫だったな。さあ、Z4 刀流で、とりあえず武闘家切っていきたいところ、デンタに当たると悲惨よ。バカ、シールド構造並みの軽減力されておるやんけ。あー、そうそうそう、武闘家狙うとでかい。武闘家狙っても392？マジで？これはかなり厳しい。さあ、メタルライダーボディープレス、ドン。お、外れた。外れた。お、ダメージレースワンチャン勝てる。このターン、ダメージレース勝てるかもね、とりあえず。このターンのダメージレースは勝ってる。まだ、ボンファイターまだあります。ボンファイターにまだチャンスがあります。SP が混じってくると実際問題どんどんね、変わってくるんで、まあ一概にこの結果がいいとは言えないんですけどね、もちろん。さあ、竜夢知見で、さあ、せーの、まあ。やっぱ主人公が出ちゃった。数でやっぱ主人公出ちゃったり、レベルが設定されたりさ、モンスターのさ、スペック以上の力を出す手段が増えちゃったから。
ちょっと待って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 、ボンファイター、ボンファイター嘘でしょ、ボンファイター嘘でしょ君嘘だよね、ボンファイター、ボンファイター嘘だよ、嘘だよお前、嘘だよ、嘘だよ、もうなんか厳しいですね見て見て、左上、左上の勇気ゲージ見て勇気ゲージ的にもさ、もう逃げ切られるしさ、絶4通りで削り切れるかっていうといい絵だしさ、なんで麻痺したお前、ボンファイター、本当にお前、お前なんで麻痺したなんでデンタックルで麻痺したの、いやそういう技だけど、え、なんか終わりそう、大丈夫かな、いやワンチャン耐えんじゃないかな、まだまだこのターンワンチャン耐えるよ、ほらまだだよ、まだ焦んなって武闘家より先制してボンファイターが絶4通りを2回開始に当たれば勝てるのかだろうな、神は言っている、ここで死ぬ定めではないと、まあもう分かった、じゃあ2のモンスターにはスペックで勝てないんだ、敵を1にします、1にしたって言うとも主人公がいることで、まあ今の1の、もともと1のモンスターたちは主人公たちがいることでさらにそのね上の力を出せるようになってるわけですけどねさあ1にしてみましょう、じゃあ1の同期と戦ってみましょうよ、まあスパキラちゃんを消化する気満々ですよ、どう見てもこれじゃあ行こうぜ、ボンファイターギガスラッシュから入ろう、うん、さあスペシャルカード解禁でございます、ギガスラッシュで振っていけ、稲妻の剣でもいいんだけどね、こればっかりは、さあボンファイターがダメージレース優位に立ってほしい、さあこの主人公は怖い、一撃滅殺聖剣好きやんまあまあでもまあって話ですよ、絶四刀流でね、とりあえず攻め立てていきましょう、基本的には合体モンスターはね、もう赤300いかないの、300いかない300いかないのはちょっと、ああまあ厳しいな、300いかないの厳しいなせめてね300には届いてほしいんだよね、が厳しいな、敵は300出してんだもんこっちが300出ねえのにおお来た、ボーンファイター来たぞ、ボーンファイターここでやってくるわけですよここでボーンファイターのがねやってくるわけだ、来たぞボーンファイター、さあ呪い波動で来るぞ、てか向こう乗られねえな、さあボこのねキラーマシンを指揮する主人公がね、強いんだよね、400いくのか主人公、しかもこのキラーマシンも強えんだお前ら本当にワンのモンスターか、同じワンのモンスターとは思えないぞさっきから、さあ絶四刀流で、あのこのまま行くと負けます、ちなみにこのまま行くと向こうスペシャルカード使った瞬間負けます、ボンファイターをどうしたいんだ俺のはこの動画で、待って俺この動画でボンファイターどうしたいんだ、勝てる確率を一つ設けるならキラーマシン3が砲撃を外すことか、そうだね、さあどうだ、行けよ、さあ宿命がなんか宿命でやられそうな気がしてきた、ボンファイターとスーパーキラーマシンどちらも1で活躍したからさ、宿命を今、なんか粛清だよね、これも。なんか、ボンファイターなんか悪いことした？だ？だ？いえ、ビレイ！なんでそんな食らうの？敵の勇者レベルは40以下。見てください。敵のレベルは勇者レベル40以下なんですよ。で、敵もね、そこそこ勝てる感じの敵になりました。勝つしかねえだろう。勝ってくれよ。というわけでね。なんかちなみになんかちょっと魔王の使いがちょっといるのが、魔王の使いとボンファイターなぜこんなに大きさの差があるのか私にはちょっとよくわかんないんですけどね。ただ問題は自己フラッシュが問題です。このエースケ君の自己フラッシュ。やったら問題だ。なんか合体モンスターって体勢がはっきりしすぎなんだよ。34じゃん、勇者。さあ、まあこの勇者の攻撃はね、比較的弱めになるんで、こうすれば。圧倒的な差を感じることはないんじゃないかな。なんで、あとは殴り合いですよね。ボーンファイターがどこまでちゃんと殴るか。魔王の使い狙っていこう。魔王の使い狙えば、かなり出るよ。おお、いいね。いいダメージ出るわ。
さあ同期に小さくなった同期に喧嘩を打っていけ。小さくなった同期にワンのモンスターも喧嘩を打っていく。おお魔王使いの方でやっぱ出んな。さあ向こうも食いますよ。小型エレメント、ちょっと小型小型なんかちょっと小型になったエレメントソードねはい小型エレメントソード、にゃもうなんでこんな食らうの、なんでこんな食らうんだよ。お前も見せてやれもう、あーお前も見せてやれもう、お前も見せてやれもう。エレメントソードいけ、エレメントソードはこ本家見せてやれ、本家本元四つの力が融合するいけ、お前も本家本元。魔王の使いは打点出る、魔王の使いしか打点出てない、魔王の使いしか打点出てねえわ、なんかもう厳しいもん。え、なんだ、え、合体モンスターってこんな弱い存在だったっけ、なんか合体モンスターってこんな弱い存在だったか、あれもっとなんかワンの頃輝いてたよね、なんかあれなんかもっと輝いてた気がするんだけど、おいよ、あれあれえ負けんの、嘘でしょ、負けんの、ちょっと待って、コンパチに負けた、しかも2ターンで負けた。いよいよこの企画の趣旨わからなくなってまいりました。もうこうなったらね、2の後期にやられた合体モンスターと対戦したら一番わかるんだよ、こういうのって。こういうのってさ、もう2の後期の出たさゲリオンと対戦して勝ちゃいいんだよ。要は2の後期に出た合体モンスターってみんな強いんですよ、うん、ぶっちゃけ言うとね。そん中ね、こいつに勝てばまあね、ボーンファイターゲリオンと並ぶ存在ということになれるんだよ。もうやってやれボーンファイター、お前も合体モンスターの端くれ、いじみしてやれ。おー、いいじゃん、やっぱ出る出る出る、そうだよね、ゲリオン見守り低いからね、絶対の通り当てていけばいいよ、いいよ当ててけ。もう1対1じゃん、もういよいよ1対1になっちまった。さあ旋風の牙来るぜ、この鋭い眼光から恐るべき牙の暴行、旋風の牙あーおでも打点はお互い打点はそのまんまなんだ、普通に殴り合いだね。あ、ってことは何これ、先制した方が勝てるレベルの、先制した方が勝てるような戦いになってるね。もう A で先制した方が、ね、運の勝負だ。ボーンファイター頼むぜ、ボーンファイター頼むわ。これなんか本当に素早さ勝負、でも素早さだと負けてんだよな、素早さだとゲリオンにもう、ま、負けてんだよねボーンファイターって。ただ お互い避ける確率はある、避ければでかい。よー待って、絶四刀流を当ててどんぐらい、あ、これだったら、ボーファイターが走ればいけるってことか。ゲリオンに回避されなければだよ。回避されたらやばいな。いや、マルチエメントソードは圏内じゃない。マルチエメントソードの圏内には絶対入ってない、ゲリオン。だから、絶四刀流2回当てて勝ちだわ。無理かな。やっぱ無理だ。ボーンファイターもうね、ビクトリー無理だ。